普段でもアナウンス部ではだから結構喋ってるんで、うん、たまにこうお会いするとね、うん、違和感ないんですよ。だからここに喋ってる分には、うん、であの打ち合わせしましょうって昨日ねあの、うん、放送の前日に聞いたんですけど、いらないよって、うん、いつも通り話せばいいよって言われたんですけど、そうそうそう、私も震えが止まらないんですよ、ね、いつもの会話だったらもう放送しちゃいけないんですよ何を言い出すんだろうと思って怖いんですけど、ね、私あ怖い怖いでもねちょっとね、はい、考えてきたの考えてきました。でもその前に私ちょっと触れていいですか。触れる髪切りましたよね。あバレちゃった髪切りましたよね。最近ね会社の人からすごく言われるの。言われます。会社の人の奥様が家で言ってるらしい。なん佐藤さんの髪型変えた方がいいって。ええー、五分五分分けで結構ちょっとねおでこを出してね、どっちかっていうとねあの前髪でおでこを隠すよりも出した方がなんか心開いてるっていう感じで爽やかさも出ますからね、見てもらえるかなと思ったんだけど、なかなか不評で。あそうなんですか。木村洋二さんの奥さんも言ってた、家で言ってるらしくて、バッタリ会った時に、あなたはうちのねあの妻がねってもう髪の毛あんとこなんとかなんないのかって言ってるんだけど、あんた変えへんのかみたいななんかね、ゴブゴブやめた方がいいってずっと言ってるって。もう前髪その分け方は違うよと。そうじゃあ前髪があった方がいいっていうことなんですか。前髪あって真ん中分けじゃなくてちょっと例えば 6,4 とか、ね、7,3、そうそうこんな感じ、うん、まあねちょっと天然パーマも入ってるイメージをチェンジしてみようかなと思って、絶賛皆さんがどう思ってるのか募集しております。実際どうなんですか今のところ。今のところ、はい、違和感でももっともっとあの髪の毛をいろんな部分をちょっと育てていってあのまだねあの伸びきってない部分とかもあるの。あそうなんですね。本当はしたい髪の毛あるんだけど。あるんですか。そこがまだ美容師の方はあの髪の毛が不十分に育ってない場所があるのでなんか草みたいな言い方してるけど育成中絶賛で切ろうかなみたいな。あそうなんですね。そうもうてっきりあの今日の茶番のためなら切ってきたのかと思いましたいやでも、ね、ものすごいやる気十分だなと思って。会社結構来ますよ。来るらしいです。我々の耳には入んないけど、あの前言われてちょっと一瞬ショックだったのが、佐藤アナウンサーの髪の毛なんとかしてくださいと、売れないバンドマンみたいですって。え、そんなの来るんですか。来たらしい。それを実際にこうやって来てましたよって誰かに言われるんですか。そうネタとして言われたその後ちょっと切ったもんね髪の毛ね、さすがにねでも今ねこれ好評になったらいいですね。そうね、うん、え、どう思う今。うん、あのいいと思いますいいと思いますってね言うやつは大体いいと思ってないのよまだちょっとこう変わったなと思って。変わったな、はい、でなんかパーマ感も強くなりましたもんね。そうだね、はい、ちょっと短くなったからね。そうですよね、うん、本当こうやって、ね、適当なんですよとりあえず褒めとけばいいってね本心で言ってる普段から。結構なんかいろいろさこれいいですねとか言ってくれるタイプじゃない、うん、います賛同しますよ。賛同するってでしょ、うん、賛同してくれてるんでしょ。心から賛同してる。本当本当にいいなって思って今もいいなって思って言ってますから安心してくださいえ、ずっとそういう適当な性格なの。そんなことないですっていやもうここで一つちょっとね、はい、皆さんにね、うん、あの言いたいことが、言いたいことというか言いたいこと、あの我々ね二人に関してのことなんですけど、はい、なんといっても高校一緒なんですよ。そうここが一緒なんですよね。北海道のね、ええ、あの今ドラマ部撮影してますけど、あのカーディガンとか当時の制服でしょ、はい、そうスカートと、うん、それから靴下、これはもう当時使っていたものをそう、はい、今も着用して あれ着てるよと思って懐かしいと思ってうわうわうわそうなんですよ。気づいてくださってる方いるのかな。え、今あのいくつだっけ。26ですね。26だよね、はい、どうカーディガン袖通してみて。いやもう素が良くてもう絶対にアナウンス部にその格好で行けない